サチャンネルのランでーす。で、今からスパラカンへね、ちょっと行こうかなと思ってバイクで行っております。ご存知の通りね、このね、すごい雨ね、梅雨の大雨が降ってて、九州の方とかね、かなりの被害がね、出てるところがたくさんあるみたいです。広島もね、結構そのレベル4ぐらいの、避難勧告とかいう、まあ、メールとかもね、たくさん来てね、ちょっとね、怖かったような、もありました。で、今日のね、その梅雨の間の、晴れ間ですね、その晴れ間を塗って、ちょっとね、そばにね、今出てきます。でね、ちょっと川が流れてるんだけど、いつもに増してね、その、なんて言うんだろう、川の水量はかなり増えてるんですね。ただね、こうやってね、360度カメラもね、こう慣れる、編集にね、慣れるのがね、まあ、ちょっとね、まあ前よりはね、少し慣れたかな、まあ自分の中でだけですよ。自分の中だけなんだけど、少し、こういう風にするんかなーっていうのが、なんとなく、やっぱりですね、分かってきました。もうまだこれはね、スマホでね、今編集をしてるんで、スマホの画面がね、ちっちゃいんでね、なかなかね、こう思うように、ここが運ばんなーっていう気も、なきにしもあるんですね。それでね、メモリー、うちのね、弱いパソコン、まあ、パワー不足のね、パソコンの、弱点をね、補うべくね、メモリーをね、増設してやろうと、メモリーをね、増設すれば少しは動きがいいのかなと思って、どうしようね、買いに行ったんですけれども、なんかね、そこの、スタッフさんによると、もうこの分の、メモリーは流通してませんみたいなことになって、で注文してもちょっとね入らないんですよとかいうのがあって、まあ、じゃあネットで買えばあるかもしれませんねというようなことは教えてもらったんですけれども、ネットで見てもね、どれを買っているのかねよくわからない未だにね買ってなくてですね、一生懸命ねこれねスマホでね編集をした画像にはなってるんですけどね。スマホもね、直感的な部分と、直感でねやってしまうとダメな部分がね、混在していることがあってついついね直感的にポチッと押してしまうと、なんていうのかな、画面がねうまく機能しないっていう作用しないことも多々あったりするからね、それは困るんだけどね。パソコンのねカクカクしたね画面でね編集するのはね本当ね出たとこ勝負みたいなところがあって、自分の中でね思ってるような感じではねなかなか編集ができてなかったけど、まあ、かえってねそれの方が良かったっていう話もねなきにしもあらずなんだけど、やっぱね自分が思うようにね編集もねしてみたいですからね。とりあえずはね、スパラカンにね、到着したんで、ここで、今ね、つけてるのカメラの位置とね、違うところにつけてからね、テスト録画してみたいなと思って、今、ここで実験をします。ここの流れてる川のね、水量をね、ちょっと見て、おーっていうぐらいね、感じるんですけど、ここからはね、めちゃくちゃね、下の方にカメラをセットしての録画となります。
フットボールの下ぐらいのところにねカメラがセットしたんで、なんていうの、めちゃくちゃね道路に近い位置にセットしたんですね。